それにしても。じゃあ。それじゃあね。
ごちそうさま。気分転換に来たことはあるけど、ここのコーヒーこんなに美味しかったんだ。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。あなたのデータかなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット、いえ協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで私の方はどう？あなたの役に立ってるのかな？例えば解凍の仕事とか。受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの変わりよう、まさに解凍の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング、正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。まあどうでもいいよ。問題はあなたがいなければ私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで、それにこの町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかしら。もっとすごい薬用意してあげる。私の彼だもの、正しく使ってくれるよね。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らう。今こそ汝、死神の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。ねえ、ここあなたの自宅でもあるんだよね。部屋は2階？保護者の方は？じゃあ2人っきり？ふーん、なら往診でもしてあげよっか。まずは瞳孔を見せてもらおうかな。じっくり時間かけて見てあげないとね。ああ。行こうか。ねえ、
帰りましょう。ああ。ちょっと待ってて。ねえ、いいでしょ？またね。すごい人。とりあえず来てくれてありがとう。こういう日はやっぱり会いたかったりした？素直だね。じゃあこっちも素直に喜んであげる。それでこの後どうしよっか。特に希望がないなら何か食べない？今日は実験とかしないから安心して。じゃあ行こっか。ああそうだ、普段はこういうことしないけど、せっかくのクリスマスだし。で、繋いでもいいよ。イブの夜ってすごいのね。まさかどこも満席なんて。言うようになったね。けどまずはケーキ買うんでしょ。のろけるのはその後でね。見に行ってみようか。ケーキもちょっとダメかもね。クリスマスケーキってまだありますか？はい、ございますよ。え、ちょうど先ほど予約のキャンセルが出まして、ラスト1個残ってます。じゃあそういうことならお願いします。かしこまりました。ご用意いたしますので少々お待ちください。こんなことあるんだね。ある意味サプライズ。せかさないの。このあと食べれるでしょ。二人でゆっくりね。おいしい。たまにはこういうのもいいかも。どう？君は楽しい？
予想以上の反応。じゃあもっと楽しくさせてあげる。プレゼント、言っとくけど手作りじゃないからね。ただの既製品、大したものじゃないから。こういう時は素直なんだから。ふん。何勝手に構えてんの。クリームついてたよ。鼻につくってどういう食べ方してたの。あのさ、君の正体については今も言及するつもりはないんだけどね。でも曲がりなりにもこうして一緒にいるんだもの。怪盗として人を救うことがどれだけ大変だったかぐらいはなんとなくわかるよ。まあ一応君の彼女だからね。でも君がそうやって頑張ってくれたから私も自分の使命を見つけられた。本当に感謝してる。ほんと素直じゃないんだから。でも君も物好きだよね。賛否はあるけど怪盗団って世間のヒーローでしょ。そんな存在がよく私のことなんて選んだよね。はいはい、その口のうまさどうにかならない。で、あれ、雪、さっきより強くなってるみたい。雪を眺めて雰囲気に浸るとからしくないな。でも悪くないかも。年上としてリードするつもりが君からいろんなものもらっちゃってる。私幸せだよ。なんかこういうのいいね。幸せすぎて嘘みたい。そうだね、全部うまくいってる。ねえ、この雪じゃしばらく帰れないかも。それ以上は言わなくてもわかるよね。次の学会で新薬完成の立役者として彼の名前を公表するの聞いたよ。美和ちゃんの経過順調なんでしょ。確かにそうだけど、きっと裁判で彼の善良性の証明になるはず。お願い、無罪の可能性を少しでも高めたいの。なるほど、そういうことか。あなたも協力してくれるわよね。そろそろ寝ようぜ。明日から。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。今日お前なんかこう浮いた話とかないわけ。こっち来てそろそろ1年だろ。俺なんか若い時はそりゃ。こんばんは。出直してきた方がいい。なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。
ごゆっくり。元気そうじゃない。じゃあ改めて久しぶりだね。パッと見異常はないみたいだけど。それはこっちのセリフ。獄中自殺の次は少年院で年越しなんて事後報告じゃ済まされないよ。ほんと目が離せない人だよね君は。それじゃあ本題ね。はい、これ。チョコ、危ないものは入ってないから安心して。最悪、塀の中に送らなきゃいけなかったからね。例の新薬の前に話した女の子ね、順調に回復しているらしいの。普段の仕事もうまくいってる。すっかり町のお医者さんってわけ。どうも。気がかりなのは君の安否だけだったけど、こうして出てこれたし、その心配もなさそうだね。どうかした？そう、隣いい？迷いはないみたいだね。落ち着いてからでいいよ。でも何かあったらすぐ連絡しなさい。そういえばだけど、君なんか雰囲気変わった？少し会わなかっただけなのに前よりもいい顔してる気がする。ああ、でも変わったといえば私もかな。医者として患者を救いたいって気持ちとは少し違う。私自身の全てをかけてその人の助けになりたい。今そういう気持ちが自分の中にあるんだ。相手が誰かは言う必要ないよね。年下になんて全然興味なかったのに。そういや明日だな。ほら、ホワイトデーだよ。明日だろ。バレンタインデーの時チョコもらったんだろ。ここは男としてしっかりお返ししておかねえと。で、何か算段はあるわけ？さすがにプレゼントぐらいは用意してるんだろ。あ、まったくお前はずぶといというか抜けてるというか。仕方ねえ。じゃあとっておきのデートプランを教えてやる。ご主人のとっておきか。我が輩も高額のために聞いておこう。まずはそう、プレゼントだな。こいつがないとは話にならねえ。鉄板なのは花だ。これはデート前に買っておけよ。後でサプライズで渡すんだ。デート中に買ってるとこ見られたら興ざめだろ。ふむふむ、プレゼントは花か。勉強になるぜ。次はどこに誘うかだな。ムードありつつ落ち着いた雰囲気な場所がいいんだが。ああ、そういや品川の水族館でアクアリウム店やってるって CM 見たな。そこなんかいいんじゃねえの。デートは水族館のアクアリウム店か。なるほど。それでだ。デートが終わったら食事だな。ここもムードがあるところが大事なんだが、って言っても前日の夜だからな。ホワイトデー狙いでどこの店も予約取れねえかも。ほうほう、予約は取れない。
しゃあね、いざって時に俺が使ってる店を教えてやる。ここも予約でいっぱいだろうが、俺の名前を出せば何とかしてくれるはずだ。おお、すげえ、さすがご主人。で、食事をしながら会話も弾んできたら、あれを渡すんだ。そう、最初に言った花だ。ここでサプライズってことだな。とま、ここまでやれれば上出来だろうよ。すげえ、完璧なプランだぜ。さすがご主人。教えることは教えたからな。店の予約とか準備は自分でやるんだぞ。まあ、頑張んな。それじゃ、俺は帰るわ。後を頼むな。早速準備しねえとな。せっかくご主人に教わったんだから頑張れよ。さて、まずは店の予約だな。ご主人から聞いた店覚えてるか？お電話ありがとうございます。ご予約でしょうか？申し訳ございません。明日は全て満席となっておりまして。ホワイトデーってやっぱすげえんだな。けど大丈夫だ。言われた通りご主人の名前を言ってやれ。食事の場所はバッチリだな。あとはプレゼントの花を買って水族館に行って、そしたら予約した店でディナーだ。明日は忙しくなりそうだな。今日はもう寝るとするか。いよいよだな。早速花を買いに行こうぜ。花屋は確か渋谷の地下通路にあったよな。あら、今日はどうしたの？よし、そういうことだったら任せておいて。うん、こんな感じかな。できるだけシンプルなものにしてみたよ。じゃあお会計は？待った、ここは我が輩が払ってやる。世話になってるしな。日頃の感謝の印だ。頑張ってね。応援してるよ。よし、これでデートの準備は済んだな。誘う相手は決まってんだろ。安心しろ、我が輩もついていくほど野暮じゃない。じゃあな、健闘を祈ってるぜ。どうかした？しのぐは何の用？って聞くのは野暮だよね。じゃあ仕事早めに切り上げて向かうから、現地集合で。知ってる？アクアリウムって緊張を解く効果があるらしいんだけど、こうして眺めてるとなんだか納得できるよね。つまり安心するって言ってるの。モルモット君がそばにいるのも作用してね。ま、
この年になって水族館でデートとか考えもしなかったけど、こういうのも悪くないかな。君といるとそう感じることばかりで、会うたびに驚かされるよ。改めてありがとう。君なりのお返しちゃんと受け取ったよ。じゃ、まだ期待しとこうかな。どんな驚きを見せてくれるか楽しみにしてるから。この辺りで全部回ったみたいだね。次はどうするの？そうなんだ。じゃあ連れてって。これはちょっと予想以上かも。さあ、どっちだと思う？ごめんごめん。好きな人と来たのは君が初めて。これで満足？モルモット君ってば、会うたびにいい男になってるよね。私の彼にしておくのにはもったいないぐらい。なんか言わせたみたいになっちゃったね。ありがとう。ちょっと席外すね。ごめん。お待たせ。皆様、今日という特別な日に当レストランへお越しいただきありがとうございます。ささやかながら、今宵が皆様にとって忘れられない日になることを願いまして。ん？一体何を？これ？ありがとう。夜景とバラって少しやりすぎじゃない？普通って君が言うと冗談なのかわからないね。君のそういうところすごくいいと思う。自分のためじゃなくて、いつも誰かのためにって真っ先に行動する。君から学んだ大切なことで、私が君に憧れてるとこ。私も早く君に似合う女にならないとね。そう言ってもらえると嬉しいかも。じゃあこの後は私がお返しする番。方法はモルモット君の望むものでいいよ。報告ってのは美和ちゃんのこと。新薬のおかげで病状が和らいだらしいの。完治は先だけど、笑顔が見られる日遠くないかも。いいえ、私だけの力じゃない。あなたの協力なくして新薬は完成しなかった。モルモット君とはもう呼べないね。本当にありがとう。大山田のこともそう。いつだって捨て身で助けてくれたでしょ。あなたのその献身的な姿勢、私ももっと見習わないとね。これもらってくれる？明日からあなた
この町にいないのね。あなたのいない町で医者を続けるか、どんな生活なんだろうと思ったけど、特に問題ないだろうね。その気になれば抜き打ちで往診に行くこともできるわけだし、ちゃんと健康管理しておきなさい。あなた一人の体じゃないんだから。